相当コスト高の構造であるといいう方向につてててはあの漏れ伝わってきております高コスト構造をどれぐらいのスピードでどれぐらい徹底して変えるのか、そちらの方が問われることだと思っていますインタビューの中で枝野大臣は東京電力は公益企業にもかかわらず関連企業が多く広告宣伝費も多すぎると指摘しました。 その上で電気料金の値上げを検討する前にこうした高コスト体質を改革するべきだと強調し改まらなければ支援は難しいとの認識を示しました。